腹空いた。ここで今取ったこの葉っぱ、これ大浜棒っていう葉っぱ、沖縄の方言で夕菜の木って言うんだけどさ、今回はこれに調味料を置いたり、友達が来てるからこれお皿として提供するんだけど、もともとこれはお尻を拭くための葉っぱでした、沖縄では。だから便所の近くとか便所の中までこの夕菜の木が生えてくるようにやってたっていう風なことも言われてるものです。この表面はツルツルしてる、で後ろはちょっとザラザラしてる。表面の方がお尻は拭きやすいです。だからもしうんこしたくなっちゃってお尻拭かないといけないときは、この夕菜の木、特徴としては黄色い花が咲いてます。花が木についてるときは黄色、落ちると赤くなります、色が変わる。だから落ちてる姿はハイビスカスみたいな感じに思うかもしれない。いろんなことに使えるので、これは覚えとくと便利です。結婚してください。おはようございます。じゃじゃん、皆さん見てください。今日はココナッツグリーンカレーを作っていきたいなと思います。今日使う食材がここに並んでて、昨日の夜取ってきた長ブダイっていう魚です。この長ブダイを、お肉として使って、でここに見えてるのがココナッツミルクで、ジンジャー、唐辛子、パプリカ、ナス、スパイスで草、これを使ってココナッツグリーンカレーを作っていきます。レッツゴー。ちょうだい。もったいない。うまこれ。うまい。今日食べるのが長ブダイっていう魚。長ブダイの特徴は長い、長いだけ、長いから長ブダイ。それ以外は普通のイラブチャーと一緒。近くで見るとさ、黄色い点々あるの分かる？寄生虫です。この皮膚につく寄生虫、これは食べないように気をつけます。今日はもしナイフを忘れた時、ナイフがない時にどうやって魚をさばけばいいんですかっていう声が多かったから、ちょっと教えようかなと思います。これがあれば魚はさばけます。まずペットボトルのキャップ、貝、こういう貝よりもハマグリみたいな貝の方が一応取りやすい。でもこれでやってみる。ガラス、これがあれば全部さばける。それと手、口、この5個あれば絶対さばけます。鱗取りからやってみるよ。まずじゃあおなじみの手、イラブチャ、ブダイ系の魚は手で鱗が取れるぐらい鱗が剥ぎやすいです。こうでかい、はいはいはい、オッケー、手で取れる。で次、ない時ペットボトルのキャップ、ほらほら、はい、ペットボトル OK。 その次貝ね、鱗を取れるようなこういうくぼみがあれば何でも取れます。ほら貝めっちゃ取れる。ナイフがなくてもとりあえず鱗は落とせるっていうのがみんなも分かったね。そしてなんといってもこの口、前歯を突き出します。前歯を突き出した上でこれをガシガシやれば鱗は取れます。取りづらいのでやめた方がいいと思います。はい、という感じでこういう風に鱗をナイフがない時でも、手で鱗を取れる魚がいたり、ペットボトルのキャップ、貝殻を使えば鱗は簡単に落とせるので覚えておいてください。で次は海岸にガラスが落ちてたので、ガラス使ってからさ、そのままさばいていきましょうね。行こう。これガラスね、こっから顔に向けて切っていく。刺した方が一応刺さるわけだから、こういう風にいっぱい刺して、でできたところをこういう風にパッタリした方が取れる。このままナイフ使って落としていくぞ。はい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 、オッケー、ぶつ切り完成。動画切っていくよ。よし、じゃあさばき終えたからご飯を作っていくんですけれども、ニンニクから炒めよう。おー、長ブダイから炒めていきます。
これちょっともう魚いい感じになってきたから野菜をどんどん入れていくぞ。パプリカ、黄色パプリカ、ナス、そして隠し味の唐辛子。次はココナッツミルク。いいじゃん。最後にカレー粉。あお。ローリエ。おお。よし、もうできたんちゃう？オープンしたうど。でけえグツグツ。飯だぞ。うわめっちゃ美味しそうじゃん。贅沢。はい、二人で仲良く食べるんだよ。ありがとう。じゃあ、いただきます。うまっ。味全体的にスパイスが効いて美味しいです。ココナッツが甘さを出して美味しいです。いただきます。アジアン、うまっ。イラブチャってちょっと臭い魚なんだけど、うん、スパイスが臭みを消してくれてめっちゃ食べやすい。ということで今日は沖縄の島野菜とココナッツミルク、それと夜の海で採れた長ブダイ使って作ったココナッツグリーンカレー、めちゃめちゃうまかったです。このイラブチャーの淡白な味に素野菜のうまみとスパイスを加えた味のうまさと、あとココナッツの甘さがミックスしてすごく美味しい味になってました。イラブチャー今まで食べてきたけど、その中で一番美味しい料理だったんじゃないかなと思います。ちょっとイラブチャー料理に飽きてる沖縄県民、サンゴ礁地帯に住んでる皆さん、もしよかったら今回のグリーンカレー真似してみてください。相当うまいはずです。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。ワン、挟まれた。危ねえ。モンスター、モンスター、モンスター、モンスター。